セラミックのブリッジについてご説明させていただきます。お口の中を正面から見た写真になります。前から見ると上の前歯の4本の歯がない状態で、左右の犬歯の根の部分があります。土台を立てて犬歯を支えにしてブリッジにしていきます。出来上がってきたブリッジを合わせていきます。こちらが素焼きの状態です。完成の一つ手前の状態でツヤが出ていません。素焼きの状態で形や長さ、お色を見ていただいて微調節をしていきます。素焼きの状態で見ていただきましたら完成されてきます。ツヤも出てきれいに並んでいます。正面から見るとブリッジのようには見えないぐらいきれいに仕上がりました。